悪さで大活躍中のヤマル、16、リーダーを中学校で欠席 WWW ヤマル学校サボれって学校あるからおさすなせん休むのマジで草かき店さんより谷さん取りに行ってて草中学校も公かけにしてやってくれよ。リーガ WW、リーガで学校休む年から、世界一かっこいい、リュウヤン最年少記録、作るために少し出場してその後、あんまり使わないことはたまにあるけど、ヤマルは、主力だからヤバい中学生が、バルセロナのスタメンってことが、エグすぎるだろ。アビは W 杯で高校休むし、スペインの学生はとんでもないな、しっかり、勉強してて、偉いじゃん中学生が、こんな活躍できるって考えると、今までの、フィジカル問題とか何だったんだよ。ヤマルがスペインとモロッコ、どっちを選ぶか注目集まってるけど、スペインがすでに A、代表に選出してるのさすが。これ、先生が、マドリビスタで、ヤマル出場阻止しようとして、ルセツハーツも、レバークーゼンの時に、高校の試験あるからし、エルベスト16チューン出たよね。こう考えると、半月番怪我しなかった、世界戦の先見たかったな、ヤマルはマジで怪我だけ気をつけてほしい。これ聞いただけだとネタだと思うけど、事実なのがすごすぎる W ヤマル、止められるのは、学校だけで草中学生は、ヤマルと、ジョンマゲ小僧の、ツートップヤマルの、中学校の同級生が羨ましい、義務教育は受けとくべきだけど、中卒でリーダーを行ってもいいんちゃう？ユタゴンはヤマル見習えよ。ヤマルが言ってんだから行け。やっぱ、カンテラの育成法ってすごいんだな。無職なので仕事行けません。